はようございます。釣り子 TV です。これいよいよ釣り具屋さんに並んでましたね。マドネスのセパル、9って書いてありますね。9インチってことでいいと思うんですけども、これがねいよいよ釣り具屋さんに並んでいたっていうことで1パック買ってきてみました。価格はですね1800円で売ってましたよ。結構ね高いワームなんですけど、まあこんだけ大きくてねっていうことで、まあワーム何本分の素材使ってんだろうって感じで、まあ1800円致し方ないかな、うん、まあでもちょっとねこれは買ってみたいなと思ってね、思わずねレジに行ってみたわけなんですけども、でカラーがチョークホワイト、チョークみたいな白色だよってことでチョークホワイトなのかな。これが遠目に見ても視認性なんかが良さそうだったんで、他ちょっとねリアルな感じのキラキラしたカラーとかも売っていたんですが、あこれを選んでみました。じゃあね早速開けていきたいと思います。どんなね触り心地なのかな、あの動画とかねではねよく見ていたので、いつ出んのかないつ出んのかなと思ってたんですけども、いよいよね発売。あーチョコ硬っ硬っ、すごいねごっついねあのやつで止められてるんで、はい今開きました。はいじゃあ開けていきます。セパル、あ横にもついてる、横にもついてる、よいしょ。こんな感じでちょっと出してみますね。はい出てきました。さすが9インチあるっていうだけあって、なかなかもう手からはみ出しちゃいますね。両手で持たないとっていう感じですけども、ここね特徴的な蛇腹構造の後ろがあって、でこれ針先を隠すってことでいいんですよね。こうねここに針先を隠すことができる出っ張りがあって、で腹側にスリットがあるんですが、これ透明カラーだとよくわかるんですけど、これねちょっと白で映りづらいかもしれないんですけど、このスリットにヒダヒダがあって、あこれでこうなるから浮力が結構高そうですね。この身がぎっちり詰まってるんではなくて、ちょっと見えづらいんですけど、ここねこんな。特殊構造になってますよ。結構考えられてますね。で素材はねプリンとした感じ、柔らかすぎもしないんですけども、硬すぎもしないっていう感じの、そんなボディの触り心地でね、でまあこの後ろがバラムみたいに動くよってことでいいんだと思いますが、でこれに合わせる針ね、あの家に帰ってからちょっとネットで調べたんですけども、これねデコイのねマキサスフックなんですけど、これ60番なんですね。60番、これの60、80、10-0ってあるんですけど、10-0番だったんですね。この針ね先にね他のワームで使いたくて買ったんですけども、6番8番、ね60、80を先に買って、まあ10-0は使うことないかなと思って、あの買わなかったんです。釣り具屋さんで売ってるのはね確かに確認したんですけども、まさかこれ10-0推奨フックだとはね思わなかったね。またちょっと釣り具屋さん行かないとななんていう感じなんですけどね。まあちょっとこれだと小さすぎるよ。インフィニのこれも大きめなんですけど、70番、あでも70番だったらマキサスみたいなスクリュー式じゃないけど70番だいいのかな、どうかな、ね、ちょっと推奨フックではないかもしれないんですけど、こういうね大きめの針もねあんまり持っていないんで、あちゃんと埋め込めば、あ流儀の番手でいったら、まあ、ブルータル、インフィニブルータルの70でこんな感じですよ。針先はしっかりここになんとか隠れてくれるし、まあ、スリットがあるから懐も、まあ、もうちょっとどうなんだろう、懐あった方がいいのかなとかね、まあちょっとね、まあちょっとまあマキサスフックの10-0番探して買ってくるかな。まあこれもねもちろんちょっと使ってみたいんですけど、まあそんな感じでねこういう大型のワームなんで、どんな針が
ったりかなんていうところも含めてですね、今後追いかけていきたいななんて考えてるんですけども、出しどころね、出しどころで考えていくとどちらかっていうと春先に投げたいよなっていう印象があって、あの春のまだね寒い魚が一個上に上がるか上がんないか、そんなね、まあ、まだ小バスは浅いところで釣れないよ、第一陣どこで刺すか、そんなタイミングで、まあ、ちょっと雨が降ったりとか状況が変わる瞬間ね、あの春一番が吹いた日とか、そんな時に浅いところでグリ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 巻いてみたいななんていうね感じで買ってきてみたんですよね。まあ正直言うとね、あの今勝の名作ジャバロンにね若干コンセプトは似ているので、まあちょっと巨大なジャバロン的な印象で考えれば、まあライトテキサスで年がら年中放ってみたりとか、でもね9インチって大きさがあるから、あーそうか、餌がまあ今だいぶ巨大化してきたこの秋のシーズンなんかももちろんいいんでしょうね。このねテールのところにこうつぶつぶがね配置されていたり、まああとはこのね特徴的なボディ構造であったり、ジャバロンと似てんだけど、うん、違うっていう感じでね、あとはこういう構造ですからね、ここの強度がどんなもんかね、そんなに安いものではないので、すぐちぎれちゃうようだとあんまりいっぱい買うの躊躇しちゃうかなとかね、そんな風に考えたりねちょっとね思いますけども、まずはね釣り場で投げてみてって感じで、でこれの大元になったバラムですよね。はい、バラムと比べてもまあまあねでかいですね。こんな感じの大きさの違いね。まだね自分バラムではね魚ねかけたことあるんだけど釣ったことないんで、もっとね投げてみないとなーなんていう風に思うんですけども、まあこのバラムだとちょっと投げるのを躊躇しちゃいそうな、このトリプルフックついてますからね、あー浮きゴミチップ拾っちゃいそう、落ち葉拾っちゃいそうなんていうところに、スナックレス性能の高いこれを、まあ、バラムの代わりにね投げ込むとかね、そんな使い方がいいんじゃないかなってねいろいろ書いてあったりしたので、あ確かにこういうトリプルフック入れらんないとこ、もしくはオーバーハングの下とかにねバリバリバリビってねこうねスキッピングして入れてみたりとか、そんな感じで試してみようかなっていうのと、まああとは好きでやってるねシーバス釣りなんかも秋はベイトがだいぶ大型化してきて、ちょうどねこんぐらいのサイズのですねボラの子供、まあ、イナッコがね泳いでいて、それがしきりに食われてるところなんかね海でよく見かけるんですよね。でまあ通常のところはこういうオープンウォーターはトリプルフックついてる針をドリフトさせていくのが一番釣りやすいとは思うんですけども、ちょっとね今までね気になっていたのが橋脚狙う時ね、こういうビッグベイトとか、まあ、ジョイクロとかであってもかなりタイトに入れないと食わないんだけど、まあ、橋脚っていうだけあって上にはねこう橋がかかっていて橋桁があって、まあもちろん車とか通れるわけだからめちゃくちゃ硬い丈夫に作られているとこなんで、こういうルアーぶっけるとね一発でね壊れちゃうんですよね下手すると。うん、大好きなねあのダヴィンチなんかも一番最初に入れたモデルは、まあキャストが下手なのが悪いんですけども、ちょっとねボイルとかして焦ってねえいやーって投げたらバコーンってぶっかって割れてね浸水させちゃったなんて苦い思い出。あとジョイクロなんか、あと小さいプラグであっても橋脚にぶつけるとねお気に入りの一群ルアーがねどんどん割れてくんですよね。まあリップが割れちゃったりとか、まあまあそんなことがあります。こういう時にこれどうかな、かといってちっちゃいの入れたくないんだよな、うん、でも今日なんかタックルバランス的になんか橋脚にぶつけがちなんだよななんて時にこれねセパールでかいのこれだったらねベチンってぶつけてもね大丈夫そうだから、これをね橋脚際のでかいベイトをなんだろう変色してるシーバスに向けてドリフトで流し込んでいくとか、そういう釣りやってみたいななんて思って、まあもちろんねあのブラックバスでもねあの上流バックウォーターとかで餌をしきりにもうバン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 ハウハウ
バン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 ね食ってるねやつなんかも狙ってみたいななんていう風に、まあ夢は広がりますがといったところで、ちょっと重さの方も測ってみたいと思いますね。はい、準備できました。じゃあこのセパルのね9インチモデルね、これ何グラムでしょうか。お、53.2グラム。まあ、ちょっと参考までに針なんかを足すと、ああもう 55g ぐらいになるんだな。結構重いですね。だから使うタックルは選ぶようになってくるんでしょうね。いわゆるジョイクロとかね、178ジョイクロ投げてるようなタックルであればいいのかな。あんまりこういうね太い針使うから、なんだろう、柔らかいね竿先入りすぎちゃう竿だとなかなか針がかりさせづらいのかなっていうのがあるので、だからワーム竿で言ってもミディアムヘビーっていうよりはもうヘビーの方、 H パワーの方選んだ方がいいのかななんて思いますけども、まあちょっとね巻物的に使う要素もあると思うので、その普段ジョイクロとかビッグペンシルとか投げてるそんな感じのタックルでまずは、でね、ポイントから引きずり出したいとかいろいろ考えると、 PE ライン直結で組んだ仕掛け、まあ要はフロッグとかを投げるようなそんな印象のセッティングでまずは試してみようかな、どうしようかな、まあいろいろあとは考えてやってみようと思うんですけど、まあね、なんとかね今年まだまだねハイシーズン続いてますんで、せっかくねハイシーズン中にこのセパル9でいいんですかねを手に入れることができたんで、まあね、こっち関東方面でもこういう使い方あるぞなんて、ね、ご紹介できたらいいななんていうふうに考えております。というわけでね、専用の針ねちょっと買いそびれたんですけど、これのマキサスフックの10-0番が水晶フックだよなんていうふうに、書いてありました。これねマドネスのいよいよ待望の発売となったセパールの、9インチ、9、これを買ってきてみてって、こういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。